5年ぶりに、日本の境港に運航を再開できて、本当に嬉しいです。イスタンドリムは、ロシアと、日本と韓国を結ぶ、旅客船ですので、いろんな経験ができると思うし、いろんな、料理も、楽しむことができると思います。ぜひ、イスタンドリムに、来てください。ありがとうございます。